みなさんこんにちは、中川瑠璃、小学6年生の11歳です。よろしくお願いします。昨日遠足がちょうどあったんですけど、今年で最後の遠足だったから、ママに毎年言ってるんですけど、キャラ弁を作ってほしいって言ってて、でアンパンマンかすみっこ暮らしのキャラ弁がいいって言ってて、それは当日のお楽しみねって言われてたから、すごく楽しみにしてて、遠足についてご飯を開けたら、白くすみっこ暮らしの白くまって子とエビフライって子だったんですけど、白くまの耳がなんか本当はこうなってるんですけど、耳が取れててここら辺にあって全然ずれてた。あとハムをここのなんか真ん中とかいろいろつけたりしてたんですけど、それもほとんどなんか蓋開けたお弁当の蓋のところにほぼ全部くっついてて、なんかちょっと誰かわからないような感じにちょっとだけなってて、でちゃんと戻してから全部きれいに位置戻してから食べたんですけど、なんとなく想像はまあできてたけど、本当はどんな感じだったんだろうなって思って、ママにお家に帰って写真で見せてもらったら、その時はすごく可愛かったので、もうちょっと安静に、安静、もうちょっときちんとゆっくり歩けばよかったなって思いました。でも最後のキャラ弁、最後の遠足で可愛いキャラ弁を作ってもらえてすごく嬉しかったです。それでは今日歌う曲聴いてください。守ってあげたい。何言われるね。